はいこちらでは 4K テレビについてお伝えをしていきます。まあ、4K4K っていうのはどういう意味かというとこの横ね横のこの方向に3840の操作線があるということで約まあこれを4 0 0 0あるということで 4K テレビというふうに言っています。まあ、説明するとですねこういうふうに立って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 と細かいのがですねまあ、3000 本あるというこ,とですでこちら2,160ですがこうこうこうということで、まあ、2,160本の操作線がある。まあ、よりね 2K テレビのまあ約倍のありますので、まあ、非常にこれからはね 4K テレビっていうのも当たり前になってきますしテレビも 4K でこれからテレビが出てきたり 4K のこう映像ね出てきたり。 あのビデオカメラで撮るものも 4K で撮ったりというふうに、まあ、これからどん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 通信技術が進化してどんどんものが進化していくと、まあ、4K っていうのは当たり前になってくるかなということです。まあ、4K っていうのはどの部分も指しているかというとこの横方向の3,840あるのを4約4,000で 4K テレビというふうに言っているということです。